こんにちンンチャンネルです。今、室内で干し柿作っております2日目ですね。えー、見たところ、まあ、昨日とほとんど変わってないんですけど、ちょっと気になったのが、えー、この柿の周りのこの黒い斑点みたいなのかりますかねこれですね。はい。これ何なんでしょうかね昨日の段階でもすでにあったんですけど、あこれちょっと危ないですね、今。わかりました、ここ。ちょっとズームしないですけど。 この部分ねちょっと気が当たってたんでこういうとこでね腐ってくるらしいんで危ないもなねちょっとこれあのディスプレイでこの気を置いてたんですけどちょっとこれ危ないかもしれないですねはいあとねあのこれ干し柿ってまあ、気温とかあいろいろねあの湿度とか関係してるんですけどなんかどうもねあの風が当たった方がいいだしですねだから北向きの部屋で冷たい風し のないえ乾いた風がな吹くところがいいらしいんですけど当然あの今室内なんであの風は吹いておりませんので、まあ、その風というねこの干し柿を作る上で重要だと言われてるその要素がえ、ま、ない状態での干し柿作りなんで、まあ、その辺りもね今後これが果たしておいしい干し柿になるかどうかっていうのをちょっと検証していきたいと思っております。であの前回と違ってちょっとあのもうただ単にこれをこのまま使うだけではもったいないんで。 ご覧ののようにあ,の、まあ本来のね小物掛けとしての機能も果たしております、まあ、いろいろ時計とかアーミーナイフとかねであとはカラビナとかをぶら下げておりますけどまあ、基本的な体勢は変わってないのでまたあのこのまま星がけ作りを進めていきたいと思いますまあ、今のところいかがでしょうかねそこまで機能と変化している部分はないと思います 肘の間もちゃんと切れずに残っておりますし特にこう見た目で何か腐ってるような場所も見えないんですけどまあ、先ほど言いましたちょっとだけこのね、まあ、これ昨日の段階時点にあったんですけどこの反転の部分ですねなんか豆大福のね豆が中からこう透き通って見えてるようなこの部分がもしかしたら何かこう問題を今後起こすかもしれないかなっていうようなことも考えて予想しておりますじゃあまたあのえー 明日,明日になるんかなあの、時間になるきに近畿報告したいと思います。バンチャンです。12月のただいま19日木曜日の15時16分ですね。星きのレポートでございました。それではまた、えー、明日かな星き、えー、動画でお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。そばめしチャンネルのてっぺいでした。ほなね、バイバイ。おいしい星垣になーれ。 あえー、時刻8時23分です。今ちょっとお仕事から帰ってきましたが、家帰ってきてね、早々にこの星垣がこう出迎えてくれるというね、何か星垣に愛情すら感じてしまう、えー、この状況ですね。まあ、なかなかあのこのパソコンとかある卓、えー、上でね、星垣を干してる人日本広しといえども、おそらく私だけじゃないかなと思っております。なかなかいいですよ、これ本当にあの日本の今も感じられますし、ぜひあのこの。 干し柿をね、実、え、質、ー、自宅の卓上でこう作るっていう、このムーブメント、これ、えーね、なんか作れないですかね、皆さん。ぜひ僕、そういうことやっていきたいなと、えー、思っております。ちょっと、あのまたあの12月今日、えー、19日木曜日なんですけどね、あの2本目取ってしまいました。あのこれからちょっと JOBBB ラジオの更新作業とかをしたいと思いますが、いや、あのいいですね、卓上干し柿ぜひ皆さん <laughs>、お勧めしたいです。じゃあ、2回目の、えー、チャンネル登録お願いします。良い 干し柿ライフをバメャーのてっぺでしたさよならおいしい干し柿になれよちょっと今風呂入っていたんでね手は綺麗なんで多分触っても大丈夫かなと思いますほなさよなら